これも珍しい車ではないかと思うんですが、これは三菱のミラージュディンゴ、懐かしい車ですが、すっかりこれも見ることなくなりましたね、あまりね。これはワゴンばかりが人気のこの時代、ミラージュから派生したコンパクトなハイトワゴンがミラージュディンゴで、1998年12月に発売された、翌1999年1月に発売。三菱が捧げるスマート UT ワゴンの SUV の誕生、第1弾となった。個性的なエクストラデザインが大きな特徴であり、好き嫌いが分かれる点である。RISE と名付けた新衝突安全強化ボディ構造を採用した、フォーダープラステールゲートのボディサイズは、ミラージュ3ドアとほぼ同じ、全長前幅に1635メートルまで高めるトールボーイスタイル。室内は、フラッシュフロットフロアに20シートを張りし、クラブセクトの SUV 式ブレーキングブレーキで H5 を実現した。リアシートは5分の5までセパレート、リオを除く前後スライド、リクライニング、後方前方への跳ね上げならば可能。エンジンは新開発で最小の室内直噴 GDI、4気筒 DOEC 16V の 4G15GDI 型1568cc 車高馬力を搭載し、INVCS2、4AT クラブと組んで全人用を起動する。足回りがフロントがスタート、リアはマルチングコーニング4輪ドクルス。1999年2月に助手席回転シート使用。翌3月の特殊マーブ、四季鈴木特別使用車を設定。1999年の12月発売で VCU 式フルタイム 4W を統計し、同時にフロントグリルパターンを変更。2000年1月、4気筒 SOC 16馬力、4G13 型 1298cc 80馬力を乗せて 1.3X 走行。同じ1月には、長大車のあたり3列シートの7ミリ版、ディオンも統計。翌2月には直噴直 4G93GDI 型 1468cc 車高馬力エンジンに搭載するエアロー。3月には特殊車ユーロディンゴを加えてバリエーションを増加。そして2001年1月、発売は2月、個性的かつ賛否両論があったフロントドライバーのため、ごく普通の顔にエアローン。ここから、1500cc に変更機が INVCS3CVT に変更。最人君ブレードの 1.3 ボップを設定。2000年5月で特別商社で主体や主体やディフビアエディションに出した後、販売不振により2002年の8月に生産終了と。これによりミラージュの名は、まあ、全てが一旦ね、消滅したと。まあ、後に最近になってミラージュというのは復活したんですが、まあ、この時の三菱というのはちょうどこの年の車が最後に製造された2002年というのは、あの不正問題が多すぎてですね、例えばあの三菱の不走のトラックがタイヤがボーンと走行中抜けてしまうとか、まあ普通車のその三菱の車であっても、普通乗用車であっても、まあそういうありえないような、不良の事故というかね、あの不良心というか、そういったものが走行中にそういう恐ろしいようなことが次々と起こってたので、まあそれでまあまあ、三菱はその欠陥車だらけを作るとは何事だということで、そのまあ国からお叱りを受けまして、で三菱としてはもう対応が非常にズタボロだったので、まあそのために全部の車種がまあ製造中止という、一旦製造中止に寸前になるところも追い込まれてしまったんですね。でそれでまあほとんどの車種がこれによって、まあ、社名から外されたものもあれば、一時期改良しなきゃいけないということで改良された車もあれば、まあ、そういったものが多かったわけなんですね。で、まあ、そういうふうになってしまったんです。でちなみにこのディンゴというのが出た後の車というのがちょっと数年おきになるんですが、確か三菱のコルトだったと思いますね。で、これの、あとでコルトってのがあるんだけど、この時にこのミラージュとしては、今までミラージュっていうのは、どっちかというとハッチバックドアのね、セダンタイプのような車だったんですが、まあこれ結構売れて人気があったんですけども、この型に変えてぐらいからかな、今までそのスタイルをパッとこう変えてしまって、こういう風な背高のっぽにしてしまったことによって、非常にその人気が、亡くなってしまったというか落ち込んじゃったんですよね。でそれで、まあこういう車はね
まあダメだということになって、まあそれでこう形がこう変わってったという、なってったんですけど、まあそれがちょっと今までのミラージュを作ってる時 の、 その失敗ですよね、になってしまった。だから今からするとそのミラージュというのは非常に今から見てもいいデザインだったんですよ。でハッチバックだったんだけど、このリングを出した時のやっぱり失敗っていうのが未だに多いていて、で一旦その後コルトっていうのを出した時に一気に高級感がこうさらに増していって、で非常に良くなっていったんだけど、コンパクトカーの前にはデザインがよ、あの室内は高級品で良かったんだけど、見た目がね、ちょっとこう残念だったというか、でその時はそのコルトっていうのは非常に長持ちする車で、10万キロ走ろうが20万キロ走ろうが、下手したら知ってる人だと40万キロぐらいかな、30万キロぐらい走っても平気だったっていう、それぐらいやっぱり丈夫な車らしいんですね。ただちょっと見た目がね、見た感じがその賛否両論が起こるような車で、私はあまり好きじゃなかったんだけど、内装はかっこよかったんだけど、内装はそのスポーティーな仕様があったりとか、あのふかふかのシートでその高級感があったりとかしてたんですけど、見た目があれだったんだから、三菱、あの当時の三菱にしてはよく頑張った方だと思うんですね。でそれで、なんですよ。ですからこのディンゴの時からすでにそのコルタが出てくる前に内装がちょっと高級感を出してたんですね。ただそこにあと一歩及ばずっていうようなところに惜しいところがあったんですね。でそれでまあその時のことを考えて、じゃあ今度あのミラージュからコルトを出した時に、まあ、リンゴからコルトを出した時に、じゃあちょっと高級感をしてみようということで高級感に力を入れて出した。でそしたら、まあ、販売としては成功はしたわけですよ。で当時のダイムラーというかメルセデス・ベンツですね、ダイムラーベンツのメルセデス・ベンツの会社から、OEN 提供をして、で高級車って言ったらもうメルセデス・ベンツがもう得意ですから、まあ、そういった会社と協力することによって、これは日本の小型車なんだけど、まあ、ベンツのところでいうところの A クラスみたいなね、あんな感じの高級車を作りたいんですけども、私ども三菱の会社ではちょっと不足している部分があるから、まあ、一緒に協力をして作ってもらえませんかということでお願いして、それで共同で一緒に作ったわけですよ。ところがそこでもやはりうまくいかなくて、でそれで今の日産の会社、日産ルノーと日産ルノー三菱とこの3家の会社になったんだけど、まあそしたら今度はその日産がね、まあひどい欠陥車を出したもんだから、その合併した会社がね、でまさかのひどい車作ってたってこと で、 でそんでそのましてはね、ゴーンさんはあの人はもうね、責任逃れしてさっさとどっかへスイスへ逃亡してしまうぐらいの人だから、まあひどかったわけですよ。であの人が社長になる前はもっと日産の状態は悪かったわけですね。でそこにその三菱もその賭けだと思って、日産のでダイムラーとの契約が終わった後に三菱に、あの三菱は、ね、日産の方に行ったらとんでもなかったと。これがもし三菱がそこで判断を誤ったわけです。もしこれが三菱が日産と協力をするのではなくて、ホンダだったり、あるいはホンダや、まあ言ってみればホンダ、スバル、トヨタ、例えば高級感を目指したいんだったらスバル、スポーティーの車を目指したいんだったらホンダ、そういったところと提携を組んでいれば、あの今の三菱よりもっといい車ができたはずなんですね。ところがその親元であるその日産が、まあ、あれだけひどい会社でしたから、まあ、三菱も、まあ、残念ながらその煽りを受けているようになってしまい、非常に販売が苦戦しているというような状態ですよね。ですから、まあ、私が思うには今のあの日産というのはもう立ち直っていくことは、あれだけお客様にから信頼を失うことをやってしまえばもう立ち直るということは多分できないんじゃないかと思うんですね。ですからそのまあ、今後の日産というのはあんまりいい車というのは期待ができそうもないなと、まあ、唯一、ね、いいなと思うのは R35 ぐらいで、それ以外だとあんまりねいいやっていうふうな車が少なすぎます。ですからまあそういうところだから三菱としてはその失敗をしてしまったのは日産と手を組んでしまったってことね。
まだメルセデスベンツ、まあ、当時ダイムラーベンツって言ってましたけど、ダイムラーベンツと組んでた時は方がまだ良かったんですけども、まあ、そこでちゃんと高級車の本質っていうのを学ぶことができましたしね。で、三菱も確かにその高級車で言ったらギャランとか、ディアマンテとか、ああいった車を作ってはいたんだけども、ただどうしてもやっぱりその時代とともにその作りが、そういった高級車を作ろうっていうのがちょっとこう下手くそな部分があったんですね。で、それを、まあ、メルセデス・ベンツの会社に協力することによって、協力を得ながら何とかやってきたというところですね。だからこのディンゴも、これもやっぱりミラージュという車のデザインが先代が優れていただけに、やはりこのハッチョレでこのああいう要するにハッチバック系の車って売れなくなってきたんですね。で、それでこういう箱型スタイルに変えようと思ったら、それが失敗をしてしまったということなんです。だからこの時代ぐらいからかな、ちょうど98年ぐらいあたりからそのハッチバックっていう車をやめて、みんな他の自動車メーカーもみんなホンダもトヨタも、その当時トヨタではラウムっていうのを出してましたし、ホンダでは確かモビリオっていうのを出した始めたかな。だからああいうふうにそのワゴンスタイルの、ちょっとしたワゴンスタイルの車っていうのが人気が出てきたんですよ。で、かつて三菱という車、RVR という車を作ってたことがあって、それがちょっと四駆仕様なんだけど、まあデリカみたいな感じで、四駆にもできるし、まあ普通に街乗りとしても楽しめますよっていう、それでデザインが洒落てて都会的なデザインで、武骨な格好はしてんだけど、まあ力強いですよみたいな、そういうところが受けたんですよね。だからそれにあやかろうと思ってやったんだと思うんだけど、その技術をね。ところが見事なものこれ失敗をしてしまったというところが当時の三菱の残念なところだったですね。だから今三菱もね、あれほど日産が広い会社なんならば、もう契約をやめてしまって、でもうまた昔のように独立してやっていくか、あるいはもっと他の会社ですね、スバルなり、高級路線で行くならスバル、スポーティー路線で行くならホンダみたいな感じで、そういった方向性に切り替えていった方がいいのではないかっていうふうにはまあ思いますけどね。ただまあこの頃のディンゴっていうのは非常にそういう点でちょっと失敗作になってしまったけどね。だから今じゃほとんどこの車もう見ないですね。もう20年以上前の車なんだけど、ほとんど走ってるの見ない。で、この車が発売された当初からあんまり見てないんですよ、走ってるのね。だから非常にこれは珍しい車だと思います。で、それでミニカー化されるってのはよほど珍しいなと思うんですね。これはドライブタウンのちっちゃがい版みたいなものなんですけども、なかなかこういう男のところがね、面白いなっていう車です。どうもありがとうございます。